はい、こんにちは。ということでロサンゼルス旅行記3日目に入っていきます。3日目はグリフィス天文台っていうのがメインになってくるんですけど、ここでですね多分半日くらいぼーっと過ごしたんですよね。っていうことで、まあ、この日はどういう過ごし方をしたかというと、そのホテルがあって、でホテルから10分くらい歩いたらラニオンキャニオンパークっていうのがあるっていうのを初日のお話にしたと思うんですけど、今日は朝起きて7時半8時とかだったんですかね、そこをまず散歩しようと思って往復5キロの道があったんですけど、僕ねぐるっと一周回れるもんだと思ったら行き止まりがあって戻ってくるっていう感じだったんで、まあ、その5キロを坂道登ってって帰りは下ってっていう感じだったんですけど、まあ、これに関しては12分の動画がいつだったかな、でも多分もう半年以上前に上げてる動画があると思うんですけど、ラニオンキャニオンパークっていうのを歩いている動画、しかもあれね、いろんな人がねこうすれ違ったりとか後ろから追い抜いてったりとかっていうのがあるにもかかわらず、一人でベラ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 喋りながら、あ、まあ、日本語だからいいかなと思ってずっと喋りながらこうね景色を映したりとかしている動画があるんで、まあ、ぜひそちらも見ていただけたらなというふうに思います。で、まあ、初日にも言った通り4月の朝一番だったんですけど、それでもやっぱり暑かったんでタンクトップに半パンでも全然過ごせる格好、日本人の僕でも過ごせるような格好だったりしたんで、すごく快適に散歩して帰る頃にはもう汗かいてもうかなりじんわり出たんで、帰ってシャワー浴びてゴーみたいな感じだったんですけどね、うん、そんな感じで朝からエロい格好してるお姉さんもいて、ごちそうさまですみたいな感じなんですけどね、ムキムキの人はかっこよかったですね。まあそれはいいとして、まあ、そんな感じで朝の散歩を終わらしましたと、うん、でこの日のメインはグリフィス天文台に行ってもうロケ地堪能してもう満喫するっていうことだったんですけど、まあ、その前にあんまり早く行き過ぎても仕方がないなと思ったんで、とりあえずハリウッドミュージアムっていうハリウッドの映画で実際に使われたとかっていう衣装とか小道具とかがいっぱい飾っているところがあったんで、そこに行ったんですよ。まあ気のいいおばちゃんが「ああ日本から来たのね」って言って楽しんでってねみたいな感じでしっかりお金を取られて、まあ、当たり前ですけどっていうので入って、そしたらマリリン・モンローが実際に使った小道具とか衣装とかっていうのがまずあったりとかして、まあ、マリリン・モンローのお宝の写真とかっていうのはもう本当にポロンのやつですよとかもあったりして、まあ、すげえとか思ってみたんですけどね。その他にもいろいろ目星がありました。アメコミのバットマンとかスパイダーマンのものとかあったりとか、あとはジュラシック・パーク3の衣装とか、ハイスクールミュージカルの主人公のザック・エフロンと、あと女の子の名前忘れてしまったんですけどが実際に着てた衣装とか、女の子の方の衣装とかかな、ドレスにスカートの部分になんかフリフリがいっぱいついてるやつとかあったりとか、それからハリーポッターの実際の杖とか、それからスターウォーズのね絵とかいっぱいあったりとかしたんですけどね、これは感動しましたけどね。あとまあ地下に行ったらもうホラーシリーズですわ、ウォーキングデッドとか、それからもうドラキュラとか、あと何だったかな、なんとか街の悪夢ありましたよね、フレディが出てくるやつ、あんなもあったりとかしましたね、うん、まあそんなこんなで30分か1時間くらい過ごして、昨日とか一昨日も話した今日のハリウッドミュージアムもそうですし、それからマダム・タッソのろう人形館とか、もう一つのろう人形館とか、あとギネスレコードのものとかもあったりするんで、ギネスレコードミュージアムとかもあったりするんですけど、これ全部ね同じハリウッド通りにあるんですよ。ハリウッド通りの一本道のところにろう人形館、ハリウッドミュージアム、ギネスミュージアムとかってなったりするんで、あと実際にハリウッドのアカデミー賞をやるところですね、チャイニーズシアターですかねとかもあったりするんですけど、それが全部一本道にあるんですよ。一本道にあるんで全部行きやすいんですよね。僕はもう日にち余裕があったんで1日1箇所ずつ回ったりとかしてたんですけど、ギネスレコードの方は多分英語で見ても分かんないと思って行ってないんですけどね、っていうのがいっぱいあったりするんで、その気になれば1日で全部回れちゃうんで、すごく便利、アクセス的には便利な場所になります。ここに来て3日目に来て安心安全のマクドナルドに入ろうと思ってですね入ったんですけど、やっぱりね本場はでかい、うん、なんか日本の例えばビッグマックがこんなもんだとしたらもうこんなんで出てくるんですよね。これ、まあ、確かに金額も300円400円ぐらい高いんですよ。300円400円ぐらい高いんですけど、これでしかもジュースもなんかもうほんと こんなサイズ、もうもっとでかいかな、こんなサイズが出てきて、でそれもおかわりし放題なんですよ。でもそんな何分も飲まないですけど、結局2杯しか飲まなかったんですけど、2杯飲んだんかいって話なんですけど、だからジュース飲み切った後に外に出ていく時にもう一回ジュース入れ直してで出ていくって感じだったんですけど、食べてる時になんかもうなんか死にそうな黒人が来て「フレディフレディフレディ」ってめっちゃ声かけてくるんですよ。多分物乞い、うん、多分
あの古事記だったんでしょうね。で、あの何言ってるか分かんないからパードンパードン言いまくってたら、あの斜め前に座ってたあの中華系のおばちゃんが、あのこの人はあなたの食べているものをよこせって言ってるのよみたいなこと言って、多分そう言ったと思うんですよ。でもそのおばちゃんが何言ってるかも分かんないけど、とりあえず丁寧に喋ってくれてるから、なるほど分かったって言いながら、どっちも分かんないから無視してただバーガーをむさぼり続けるっていうようなことだったことをしてたんですけどね。で、まあでもアメリカ社会のなんか闇を見たっていう感じでしたね。すごいですよね。こう歩いてて道端で声をかけてくるとか、なんか迫ってくるとかあると思うんですけど、店の中に来てお前のバーガーよこせってなかなかないと思うんですよね。日本だとありえないと思うんですよ。まあ日本で道端でホームレスが声かけてくるってこともないと思うんですけど、まあこれがアメリカ社会かなっていうのを体験した出来事だったんですけどね。で、あとそれからデスミュージアムって言って死の博物館っていうのがあるんですけど、これはね、残念ながら写真も撮っちゃいけないし、あんまり中のこと言っちゃいけないらしいんですよ。だから、まあ、なかなかショッキングな博物館だったんですけど、ちょっとこれに関しては目が裂きます。多分このここの辺りにあの外観の写真だけは載せておきますんで、はい。で、それから初めて Uber を使いました。 Uber 便利ですね。あれどこからどこまで行ってほしいのかって、英語が喋れなかったとしても行き先は決まってるんで、タクシー乗ってどこどこ行ってくださいとかっていう必要もないから、あれめちゃめちゃ楽でしたね。でしかもあのカード引き落としだから、あの一切ね払う必要もないし、あとはまあ、あのチップ払ってくれみたいなのがあのスマホの方で出てくるんで、1ドルボッと押すだけで済むとかね、そんな感じだったんで、まあ、ただあの唯一分かったのは、乗ったドライバーの息子さんがポケモンめっちゃ大好きで、ポケモンのために日本に留学してピカチュウがすごく好きなんだよみたいなことを喋ってくれたんで、それはすごく面白かったですね。ポケモン楽しいよね、面白いよねっていう話をずっとしてましたね。でそんなコーナーであのハリウッド通りから、20ドルくらいかけてかな、グリフィス天文台まで行って、でグリフィス天文台に行った目的っていうのがもう一つです。もうイエスマンっていう僕が一番好きなジムキャリーの映画のロケ地だからっていうことですね。その他にもララランドとかジュラシックパークとかターミネーターのシュワちゃんが最初に出現したのもグリフィス天文台なんですよ。でグリフィス天文台 の天体観測用の望遠鏡あるじゃないですか、あれを覗いてて不良3人組をボコボコにしばかれるっていうシーンもしっかりとパッチリ収めて見てきてって感じでね、いろんな映画のロケ地になってるっていうところを見たらやっぱ感慨深かった。グリフィス天文台もずっと見たいと思ってたんで、行ったら行ったでまた泣いちゃってね、その時はサングラスかけてたんで涙あんまバレなかったんでよかったんですけどね、うん、っていう感じで。であとは面白かったのはリスいましたねあリス野生で平気でいるんだって。リスなんか北海道くらいしか見ないのに、アメリカだったらこんな暑いところでも平気でいるんだなと思ってね、びっくりしましたけどね。結局グリフィス天文台に行って、だ普通の天文台なんでいろいろと地球の重力と他の太陽系の惑星の重力とで、それぞれとで自分の体重がどうだって測るポイントがあったりとか、宇宙が誕生した経緯とかっていうのがいろいろあったりとか、そんなんが見れるところがあったりとか、それから散歩コースとかがいろいろあって、結局なんだかんだ 5,6 時間くらいいたんですかね。ほんま 5,6 時間もいるような場所じゃないんですよ。 5,6 時間もいるような場所じゃないんですけど、僕はちょっと天文台があって、その下のスペースのところにカフェみたいなのがあって、カフェでコーヒーもこんなんですよ。コーヒーもさすがにこんなあったら気分悪くなる、いっぱい一気に飲もうと思ったら。でも買ってカフェテラスみたいなところでぼーっとしながら、ロサンゼルスの街並みが見える、ぼーっと見ながら、あロサンゼルスって全然ビルないなって、多分これ東京とか大阪だったらビルだらけだけど、目立つようなビルってほんと数える程度しかないなみたいな、ほんと開けてるんです。地平線ってこういうことなんだなっていうのが見えるような世界観だったんですけど、まあ、そこでぼーっと過ごしながら、あの看板見ると蛇に注意、蛇に注意やばいじゃんここって思ってね、結局蛇は出てこなかったんですけど、うん。でそこで、まあ、せっかくだから夜景も見て帰ろうと、お昼の1時くらいに行ったんで夜景も見て帰ろうと思って、ところがやっぱり向こうって結構日が落ちるの遅いんで、7時とかなってもあの日本の夏くらいあの日が落ちるの遅くって全然夜景にならないじゃんと思って、でも7時過ぎたしそろそろ帰らなくちゃやばいかなと思って、で Uber 頼んだんですけど、 Wi-Fi が繋がったり消えたり繋がったり消えたりだったんで Uber 呼んでも来なかったんですよ、残念ながら。たまたま来たバスに乗って近くまであの行って、あのハリウッド通りまで行かないんで多分ね 3,40 分くらい遠いところに降ろされて、そこから歩いて帰ったんですけど、まあ、そこでなんかもし絡まれたらやばかったなと思いながらも、まあ、結局何もなくてよかったんですけどね、無事に帰って。でだからバス安いっすね、びっくりした。50セント、ね、50円くらいで乗れるんですよ。あれはびっくりした、めちゃくちゃ安かった、うん、で5キロくらい歩いたんですよ結局。で5キロくらい歩いてピザテイクアウトして、またあの12ドルか13ドルくらいのピザこんなんでかーいの買ってね、でこうやって抱えてホテルで食べようと思って帰ってたら、信号を渡った、ね、僕は左に向かおうと思ってたんですけど、右の方からあのイケイケ姉ちゃん2人がいて、ヘイピッツァヘイピッツァってめっちゃ声かけてくるんですよ。あの
リオのカーニバルのリキニみたいなんで後ろにフリフリついてるやつ、イメージはある人分かりますかね。あ、そんなんを着た人がなんか多分一緒に写真撮ろうぜって言ってきたんでしょうね。 それを Hey boy とか Hey man とかじゃなくて Hey pizza って誰が何で持ってるピッツァの方を言ってても確かに分かりやすいけどと、でも俺は人間だとか思いながら無視していってあれ写真撮ったら多分ね100ドルくらいいかれてたと思う、お姉ちゃんだから。うん、あとね、すごかったのが、その日だったか覚えてないんですけど、ハリウッド通りって夜めちゃめちゃ賑やかなんですけどね、時々女の人の集団が歩いてるんですよ。でその女の中の集団が結構、まあ、際どい格好をしてる人が多い中で、一人本当に何もつけてない人がいましたね。何もつけてなくて、もう、大丈夫って、下は履いてますよ、下は履いてるんですけど、上に何もつけてない人がいて、こんな平気で歩いてる、大丈夫な、日本やったら一瞬でパクなのになぁと思いながらね、そんなこともあったりしましたけどね、やっぱ。世界が違いますね、国が違うと全然文化違うっていう、こういうことなんだなと思いましたけどね。とりあえず次の日4月の4日っていうのが NBA を見て終わりだったんで、 NBA 見るのに体力つけとかなくちゃいけないと思って、その日はちょっとも早め9時とか10時くらいにも寝ちゃったんですけど、ピザしっかり食べてで夜寝てっていう感じで3日目終わったっていう感じですね。グリフィス天文台すごく綺麗ですよ。グリフィス天文台っていうのがまずバーンってあって、でそこの目の前に広場っていうのがあって、そこであのピクニックみたいなシート広げてご飯食べてる人もいれば、そこでストレッチしてる人もいたりとか、まあ、写真撮ったりとかみたいな人もいるし、でグリフィス天文台がバーンってあるその横からちょっとした散歩スペースみたいな、散歩コースみたいなのがあって、そこを歩いて、まあ、一本道なんで降りちゃったらもう戻ってこないんですけど、また戻ってきたりとかっていうのができたりとかで、下にはカフェテリアがあってコーヒーも飲めるし、ちょっとしたご飯も食べれるし、お土産屋さんなんかもあったりするしっていうので、いろいろと普通に平均的に2時間3時間くらいは楽しめるような場所だったりするん でしかも映画のロケ地なんで、自分のもし好きな、ね、映画があのララランドとかジュラシックパークとかアーミネーターとかイエスマンとかって好きな映画があったら、誰がどんなシーン撮ったんだろうっていうのをこうちょっと楽しみに行ってみるかっていうので、ぜひ行ってもらえたらいいかなというふうに思います。ということで、ロサンゼルス3日目はそんな感じでした。4日目いよいよ NBA に入っていきます。ロサンゼルス市内を楽しんだっていう話と NBA 見て感動したっていう話になりますんで、興味ある方はぜひまた明日聞いていただけたらなというふうに思います。ということで、本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。